鹿児島県に土砂災害警戒情報が発表されました。はい、こちら新たに土砂災害警戒情報が発表されたのは鹿児島県内です。鹿児島県の宇検村に土砂災害警戒情報が発表されました。それでは現在の雨の状況ですね、確認していきましょう。こちら宇検村というのは奄美大島にありますけれども、現在雨のご報告をいただいておりまして、レーダーの画像を重ねていきますと、このようにライン状の活発な雨雲が流れ込んできている状況です。この後もこういった激しい雨の降りやすい状況が続いていきます。そして土砂災害の危険度も確認していきましょう。こちらを見ていきますと、黄色や赤の表示が見られます。このように危険度が上がってきていまして、先ほど土砂災害警戒情報が発表されました。この後さらに雨の量が多くなってきますと、土砂災害が発生してくる可能性もありますので、ぜひ安全な場所で最新の情報を確認するようにしてください。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。